はい、こんにちは、カモトです。今日もね、まあ音声セミナーというか動画セミナーやっていこうと思うんですけども、まあ今日のタイトルはね、イメージすることについて、お話ししようと思います。でね、まあ最近ね、いろんな人がこうイメージすること大事だよとかね、こうまあ夢を描くとね、こう現実になるとか、なんかね、そういうイメージに関することっていうのを、まあよく聞くと思うんですけども、まあ実際ね、そのイメージっていうのは実際何なのかってことと、まあどうやってね、こうイメージをしていくのかっていうお話をしていこうと思います。でね、まあイメージトレーニングっていうものはそもそも何のためにあるのかっていうと、人間にはね、こう何か行動する前に必ずイメージをしてるんですよ。いいですか。何か行動するときとか、始める前にっていうのはね、必ずね、人っていうのをイメージするようになってるんですよ。でこれ実際ね、まあアメリカだからどっかの研究者が分かるんですけど、調べたんですけども、必ず、ね、何か行動する前っていうのは7秒前にそのイメージっていうものが、してるから行動に起きるって言われてるんですよ。つまりね、今皆さんが例えばこの後トイレ行くとか、なんかね、買い物行くとか、なんかそういう行動を取ると思うんですけども、その時には必ずね、こうイメージしてるんですよ。絶対今すぐかもしれないし、もしかしたらね、そのこれ今この音声を聞き合った終わった後かもしれないし、つまりね、必ずこうイメージから行動が生まれるってことがあります。でね、これちょっと誰だか忘れちゃったんですけども、確かアインシュタインさんか、僕大好きな、その大好きなのに忘れないよって感じなんですけども、まあ有名な方がね、全てのものは二度作られるって言ってるんですよ。でこれすごい名言だなと思うんですけども、一度目が例えば脳の中で作られる、一度要はイメージの中で作られるってことですね。要はそれをもう一度こう現実で行われる、つまり一つのものっていうのはこう二度作られるっていうふうに言われています。でこれは本当にね、間違いではなく、僕もね、そういう経験をしてきているし、世の中のこう成功者とか、まあ、ずば抜けてね、結果が出ている人っていうのは、やっぱりこのイメージ力っていうのがね、尋常じゃなくあります。で、それね、イメージ力はどういうことかっていうと、話の会話にほとんど出てるんですよね。例えば、なんていうのかな、すごくね、こう、面白い人っていうか、すいません、ちょっと何話してるか分からなかったんですけども、すごくこう、要は話していて、すごく、ね、表現が豊かなんですよ。例えばなんかその過去の話をするときもそうですし、今後のね、ビジョンについて語り合うときも、こうね、すごくね、なんていうのかな、成果が出る人っていうのは、すごくこう、相手にイメージさせるような話し方をします。自身がイメージ力がある人っていうのは、基本的に表現方法も豊かで、すごくね、話していてね、そういうイメージっていうのが伝わってきます。だからね、まあそういう人たちのビジョンに共感してね、仲間が増えていくっていうのもあると思うんですけども、そういうふうになってます、本当に。でね、何が言いたいかっていうと、要はね、そのビジョンの明確さ、要は自分のイメージの明確さっていうものがすごく大事でね、一度脳にそれがインプットされると、そのような現実をね、こう知らない間にこう引き寄せてくるんですよ。これはね、引き寄せてくるっていう感覚が大事なんですけども、寄ってくるんですよね、現実に。そう、本当にこれそうで、僕なんかもね、こういろいろね、今もイメージトレーニングっていうものをすごく大切にしてるんですけども、必ずイメージします。例えば自分がセミナーを行うときもそうですし、何かね、人と会うときもそうですし、そういうの全部イメージします。例えばこの後ね、人に会う予定があったら、例えばね、何時に待ち合わせして、例えばお店はね、どこに行って、まあこういう感じでっていうのをイメージするんですよ。だからイメージした通りに体がね、勝手に動くんですよ。それは意識じゃなくて無意識なんですよ。なかなかね、これイメージトレーニングについて詳しく話してくれる人がいないんで、まあ、僕自身もそうだったんですけど、よくわからないんですけど、イメージするっていうのはそういうことなんですよ。だから例えばバスケの試合もそうですし、勉強もそうだと思うんですけど、イメージしておくから、例えば今必要なものとかってもわかりますよね。例えば今日からね、来週の今日にバスケの試合があるとした時に、イメージしてみるとしますよね。試合の時。で、自分が活躍してるイメージをすると、その時に必要なものとか、準備しておくものっていうか、ね、洗い出されると思うんですよ。例えば来週の今日にテストがあると。テストがあるとしたら、じゃあ準備したことは何なのか、まずね、やることを書き出してみたりとか、例えばね、そういえばテストのね、その過去問がないなっていうふうに、ね、いろいろアイデアとかがそこから出てくると思うんですね。だからまずはね、こう先のね、ことをこうイメージする、ビジョンを描くっていうことすごく大事だと思うんですよね。だからそういう意味でイメージトレーニングっていうのは、一度ね、こうイメージすると行動がしやすくなる、つまり行動力が上がるっていう意味でもイメトレっていうのは大事だっていうことです。だからね、これ僕がよくやった最後にセミナーに行ってることなんですけども、必ずね、セミナーに行く前に言ってることがあるんですよ。それは何かっていうと、行動してくださいってことを言ってるんですよ。でね、僕はまあ3年間近く、まあ、セミナービジネスっていうものを行ってね、まあ、1000いくらだろうな、まあ、2000人近くの人に会ってきてね、
まあ、思ったのが、やっぱね、こう世の中の人には変わっていく人と変わらない人がいるんですよ。別に変わるのがいいとか変わらないのがいいとかそういう問題ではなく、でもセミナーに来たってことはやっぱり変わりたい目的があって来てるわけじゃないですか。だからね、変わっていただきたいんですけれども、でもね、変わらない人がいる。で、これは何なのかってことを、ね、ずっと見てきて思ったのが、結局行動だったんですよ。例えばセミナーに行く、本を読む、音声を聞くっていろいろあると思うんですけども、その音声とかを要は行動に移さないと、実際の自分のライフスタイル、人生に取り組まないとね、結局行動っていうか結果って変わっていかないんですよ。そうですよね。ずっと同じことを繰り返したら変わらないですよね。だからね、でもその行動、言いますよね。その行動っていうのがでも多くの人が分かってないんですよ。僕もそうなんですけど。じゃあね、その行動っていうのは何なのかっていうと、イメージなんですよ。イメージ、いいですか？例えばね、イメージっていうとどういうことかっていうと、セミナーに出て結果が出る人、変わっていく人っていうのは、セミナーの最中にこう聞きながらアイデアを出してるんですよ。要はどういうことかっていうと、僕のね、こう今話を聞きながら、それを自分のこの後のビジョンに置き換えてるんですよ。あ、そっか、イメージトレーニングが大事だからってことで、例えばね、明日の朝、なんかね、こうパソコンでね、自分で YouTube 見ながらイメージしてみようかなとかね、そういうのをね、自分の要はライフスタイルに置き換えて、もうすでに描いてるんですよ、この最中に。セミナーに聞いてる最中に。例えば僕がマーケティングのセミナーをやる。まあ、マーケティングセミナーを実際にやってるんですけども、マーケティングのセミナーをやってるときに、僕がこういう話す内容をね、聞いて、それを後でね、なんか考えようとしてるんじゃなくて、今ね、ああ、そっか、ここのテクニックこういうふうに使えるんだなっていうふうに、自分の会社とかビジネスに置き換えてやってるんですよ。だからね、一度頭の中に描いてるから、帰った後に、そのイメージ通りに行動しやすいじゃないですか。もうイメージしてるから。そういうことなんですよ。わかります？だからね、こうセミナーとかでもそうなんですけども、最初にね、行動する前に自分ごとに置き換えてイメージするんですよ。だからね、まずあなた自身がやっていただきたいことは、まあ、今日のまとめなんですけども、まずね、自分の未来を描いてみてください。1年後、まあ、3ヶ月後から言ってます。3ヶ月後、まあ、6ヶ月後、1年後、2年後、5年後、10年後、書いてみてください。その時の自分の理想の状態をイメージしてみてください。そうするとね、こうイメージしてみると、すごくワクワクしてきますし、ああ、こういうものが欲しかったんだって、自分のやりたいことも見つかってきます。でね、そのイメージをしている中で、やっぱり自分のね、こう必要なものとか、今ね、やるべきこととか、やらなくべきでないこととかっていうのも全部洗い出していくんですよ。そうするとね、ほんと自動的に、一度ね、そういうのがインプットされちゃうと、あとはね、自動的に、そっちの方向へ、こっちの方へ勝手に移動していくんで、まずはね、自分の未来を描いてみる。描くにはどうすればいいのか。具体的に書き出してみることです。書き出してみたりとか、実際ね、そういう人の話を聞きに行ったりとか、まあ、あとは今 YouTube なんかでも動画とかも見れますし、いろいろあると思います、本当に。だから、ね、まずは自分がイメージしてみる。描いて、紙に書いてみる。それをやってみてください。これだけで本当にね、人生は本当少しずつ変わってきます。僕自身がそうだったように、本当に、ね、これをやっていくか、やらないかで、結果っていうのは本当変わると思うんでね、まあ、ぜひね、今日の話聞いて、まあ、騙されたと思ってやってみてください。ありがとうございました。